宗門式台、栗と前提客伝三門からの石畳に展開する、紅用六王院は、京都市京区佐賀北堀町にある臨済集計の丹立寺院。三号は、里市雄山。本尊は、釈迦如来。海貴は、足利義満。開山は、春国明波。六王院は、足利義満が建立した宝道寺という寺の、達中であった。報道寺は、 応仁の乱で敗絶し、その後は、解散の達中であった、六王院のみが残って寺席を継いでいる。室町時代の記録である、花江三大記や、解散殿の、報道解散近く不明国史行業実録によると、報道寺の混流経緯は次の通りである。足利義満は、攻略元年のある夜、そなたは今年中に大幹を患うが、 報道如来を祭るガランを混流すれば寿命が延びるで、あろうとの無告を受けた。そのため、吉光は、自らの帰依する前奏、春奥妙派を解散として一時を混流することとし、攻略2年完成した。当初の事業を強制寺と言い、後に、報道寺に解消したという。六王院は、佳京元年、解散の春奥妙派のこと武器等を守る達中として、 創建されたものである。報道寺は、ゼ寺実説の第五位に劣せられる大事であったが、応仁の乱で廃絶。達中の六王院のみが残った。六王院は、漢文年間、井忠友によって再興され、忠友の子である虎、新玄地区が中高解散となった。出典2000年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館による、 京都市右京区、佐賀北堀町、ありがとうございます。